どうも、リクラボです。今日は 3D プリンターに筆ペンを取り付けて希望を印刷してみたいと思います。前回はペンを取り付けて印刷成功しましたので、今回も成功すると思います。この検証が成功したら、夏休みの習字はもう 3D プリンターでできるということです。今回はこちらのペンを使います。これはもう私の勝ちですね。それでは 3D プリンターに取り付けていきます。あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみ悲しみ悲しみさえ、あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみ悲しみ悲しみさえ。筆ペンの取り付けが完了しました。紙を取り付けます。印刷が始まりました。全国の小中学生の皆さん、これは歴史的瞬間です。これはイケてますね。イケちゃいました。これやばくないですか。外側から書いてくれてるんですよ。書道の先生が見たらぶん殴ってくると思います。一通り木を書きましたので、次は棒を印刷しています。達筆ですね。印刷が完了しました。全国の小中学生の皆さん、もう書道セットはいらないんです。これからは 3D プリンターがあればこんな綺麗な字が書けます。他に何か書いてほしいものがあればコメント欄までお願いします。よかったらチャンネル登録をお願いします。